ちょっとバタバタしてすいません。ボリュームこれぐらいかな。お、安平、六花さん、こんばんは。オオカミ、まゆちゃん、リュウサー、チャンネル猫世界、ダッヒー、マリコさん、マサヒロ、ヨシコさん、天命。今日はね、コロナウイルスがね、まあ多分さ、みんなも気づいてると思うんだけれど、もうね、なんつうかな、日に日に、そのね、なんか、何人とか何十人っていう単位ではなく、丸が一つ増える勢いになってきて、多分ね、パンデミックに近い状態になりそうなね、ちょっとそんな感じになってきてるんで、今日はね、その、コロナウイルスの、我々がね、できること、まあ、そのね、中国の細菌平均所から、細菌 P4 レベルのラボから出たとか、その犯人探しに躍起なんだけど、大事なのはそこじゃないだろう。止めることが大事なんだよ。だから、今日はね、その、責任のなすりつき合いをするね、ゲスどもは横に置いといて、我々ができるね、身を守る方法で、まあ、おいらも考えるけど、みんなもチャット欄でね、いろいろ考えてほしいんだよな。後ろに流してるのが、まあ、今のところ出てきている、その、コロナウイルスの正体なんだけどね。でもね、世の中ね、別にね、このウイルスだけが脅威ではないんだな。世の中にはいろんなウイルスがいまして、例えばね、オイラみたいな本物をね、潰そうとする、このネット界のウイルスっていうものが存在するんですね。それが、オイラが前々から言っている、まさひろ率いる、プロアンチ集団ですね。で、この間の動画で言ったように、オイラが最近ね、ちょっと、ビンタローちゃんと、ちょっとね、接触しそうな勢い、といってもね、もうほとんどオイラの片思いなんだけど、もうそういうの見つけるとね、プロアンチがね、すぐね、なんか、ワイロね、攻撃に行くんで、今ね、ビンタローちゃんの、動画でね、そのプロアンチどもがね、コメント欄で暴れてんだよな。でもね、オイラもね、そこ行ってね、今、論破してるんでね、パーフェクトに。みんなもね、見たいんだったら、見てみてね。まずそのね、ネットのクソウイルスね。その、プロアンチのウイルスっていうものを先に紹介してから、コロナウイルスの話に入ろうかね。まあ、このね、木村っていうやつがね、今ね、プロアンチの、主犯格になってんだけど、もともとはね、桃地ってやつなんだけど、オイラを訴えるとか言いながらね、結局、どの、弁護士からも相手にされず、彼は退散して、この木村っていうのがね、今、2代目なんだよな。でさ、こいつがいろいろ書き込んでるんだけど、オイラがね、その度に論破して、ね、お前懲りずにバカを表してるで、もう嘘を繰り返しても誰も信じないから、ここでね、山口み太郎さんのところで営業活動してるだけだろうとね、アクセス稼ぎたいんだったら、こそこそ隠れてないで、直接対決しようぜ、そうすりゃ登録者も増えるぞ、できないのか、いじめねえから安心しな、
だから男らしくあって、あ、対決しようぜ。な。まあ、チンピラの捏造配信クラブだからな、お前らはな。だから、どうせ無理だろうけどな。やましいから逃げる。物陰に隠れて物を投げる。お前のゲスぶりは、もうみんなにバレてるんだよ。だから、みんなお前のチームを抜けたんだよ。いや、こいつね、チーム組んでたんだけど、もうね、ほとんどね、もうこいつについてってなくて、今ね、3人ぐらいしかいないんだよな。それで、ね、まあ、こいつがね、あまり住所を表さないんでね、でさ、木村のバカがね、俺の住所を調べるのは、ね、警察の仕事だろうなんて言うから、ね、お前の住所を調べるのが警察の仕事？まずそれでね、お前が逃げてる言い訳をしてることは、もうね、見え見えなんだよね。で、おいらはもうね、やましいことないからね。もうね、実名は公開してる。ね、おいらのね、いろんな、なんつうのかね、成り立ちも公開した。ね、文句があるんだったら、ね、ここにおいらのね、本名と住所、電話番号、メールも出してるから、ね、お前の電車賃宿泊代も出してやるからよ、経費で。文句言いに来いよ。ね、こうやって、とどめを刺してきましたよ。まあ、今頃、あたふたしてるだろうね。バカなやつですね。まあね、だから、ネットのこういうね、アンチは、まあ、オイラで十分ね、退治できるんだけれど、今回のね、コロナウイルスが、ちょっとね、思ったより、拡散が早い。ね。でさ、コロナウイルスのニュースを聞いてから、そのね、死に至った方がね、3人とか6人とか一桁台だったのが、今やね、公式発表は、まあ、80人かな？要するに桁が上がってるわけよ。で、こう、日にちを、ね、このニュースが出てからの日にちを思い返してほしいんだよな。要するに、ものすごいスピード。で、一説では、このウイルスが進化しながら、その感染力を高めてる。そういう話なんで、やっぱりね、舐めてかかっちゃいけないなと思って。でもね、これで、厄介なことに、そんなにね、我々がね、身を守れる方法って、あんまりないんだよね。だそう思って、まあ、おいらも今日上にね、おいらなりの、考えを出すけれど、みんなもね、なんかね、この、コロナウイルスに対する、防御策とかそういうのあったら、もう天才クラブの皆さん最近鋭いから、どんどんね、このチャット欄で盛り上げてほしいんだよな。じゃあ、おいらの、ウイルス対策出そうかね。まずね、もう一回、あれしようかな。まずね、恥ずかしくても、マスクを着用。これ、うちの袋にもマスク渡したんだけど、やっぱりね、おしゃれさんだからね、嫌がるんだよね。でさ、マスクが売り切れで結構パニックってるとこもあるんだけど、なんでそうさ、マスクを買わなきゃいけないっていう風にさ、こうなっちゃうのかなって、やっぱりね、マニュアル人間だからダメなんだよね。マスクなんていうのは、所詮ね、もちろん高機能なね、チャコールが入ったマスクもあるんだけれど、マスクすら基本的にね、この、オイラがね、これ最初にしたのは、別にマスクがなくても、こういう風にね、そのね、知らない人の、ね、そのくしゃみの、水蒸気が入らなければいいわけだから、
マスクがない人は、ね、こうとりあえず、こういうもので塞いどけばないよりはるかにマシなんでね、それでね、なんつうのかな、売り切れだからダメだって諦めずに、そこで知恵を使うね、その状況に応じて知恵を使う、それがね、オメガの目であり、天才クラブなんですね。なんとなく分かってきたから、だからなんつうのかね、マスクがもう売ってないからマスクがない、そういうさ、もう、クババに育てられたさ、もう、マニュアル人間が多すぎるから、なんで知恵が回らないのかなってすごく不思議で、そう思ってね、今日放送しようと思ったんだよな。りょうさん、みんな忍者みたいな格好になるな。そうそうそう。でもね、おいらもね、最初の頃黒マスクして、コンビニで嫌がられたんだけど、黒マスクはね、もう結構市民権出るから、あ、全然大丈夫ですよ。それで、今ね、あ、これね、これ大事。みんなすぐ病院行くんだけど、病院に行くってことは、ね、その症状に身に覚えのある人が集まってる場所なんですよ。だからさ、みんなさ、あ、なんか、やべえよ、ウイルス流行ってるよ、病院行こうぜって言うけれど、俺はそれってさ、ダメだと思うんだよね。よっぽど症状が出たんだったら行くべきだけど、症状も出てないのに、なんか安心するために病院行くってことは、ね、もう症状に身に覚えのある人が集まってる場所なんだから、行っちゃダメですよ。これ、なんで、こんな簡単なことを、やっぱりね、都市伝説村のお猿じゃわからないんだろうね。寝起きマンの、視聴者じゃわからねえんだろうな。そういうことでしょ？ね、言ってることがわかる？ね、なんていうのかね、マニュアルで考えちゃいけません。理屈で考えてくださいね。当然の。ね、ウイルスにかかったかもしれない。あ、当然病院行きますよね。まあもちろん陰性の方もいますけど、陽性の方もいるわけだから、そんな場所行っちゃいけません。よっぽど用がない限り。ね。あ、りょうさん、直木マン、テレビでしたよ。そう、行列出てたね。でも不思議ですね。なんで都市伝説テラーが、ね、行列に出るのか。あ、全然関係ありませんね。普通だったらやりすぎ都市伝説出ますね。まあ、派閥が違うから出れなかったんでしょうね。で、なんで今ね、寝起きマンがテレビに出るのか。それは100万登録おめでとうございます。でも普通100万登録いったら、そこらのね、街でね、寝起きマン知ってるっつったら、あ、知ってる知ってるっつってもね、本当の100万人登録だったら、ある程度みんな認知してるわけです。でもね、怪しい100万人登録なんで、あ、おいらのおとぎ話なんで、ね、街行っても誰も知りません。なので認知度を高めるために、100万人登録の裏を取るためにテレビに出る必要があった。あれ、ついつまっちゃいましたね。ごめんね、また謎を解いちゃいましたね。そしてね、コネがある、これのコネがあるね、行列に出た、そういうことでしょうな、多分な。いいですね。巨大資本にね、巨大資本に持ち上げられた猿は幸せですね。まあ、本物の俺にはわからないけどな。むずせしまったよ。まあな、その話は今日はいいや。今日はとりあえず、このウイルスの話ね。あ、そうだ。
今日ね、こんな、サングラス見つけちゃった。あ、300円安かったから買っちまったんで、この際だから、かけちまおうかな。あ、値札がついたまんまだぜ。あれ、なんか、寝起きマンの話で話逸れちまったじゃねえか。どこまで行ったかな。あ、そうそうそう。でね、まあ、ね、ネットのウイルスの話ね。今ね、ビンちゃんのところで暴れてるんだけど、ね、おいら最近ね、ビン太郎ちゃんが、正義感を持ってね、動いている。そういうことで、おいらもね、共感してるんで、応援してたんだけれど、ちょっとね、ビン太郎ちゃんに対してね、ちょっとね、疑問が湧いてきたんだよな。だから、このプランチがさ、ビン太郎ちゃんのね、この動画のところにコメントを書いたわけ。天才天界さんは怪しい人なんで紹介するのはやめてくださいってね、書いたやつがいて、そしたらビン太郎ちゃんがさ、その証拠を見せてくださいってね、リンクを貼ってくださいってね、言うわけね。そしたらさ、アンチがリンクを貼ったわけ。だそうなると、ね、おいらも反論しなきゃいけないじゃん。だから、おいらもね、今そこで、アンチとガタ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 やってるのに、ビン太郎ちゃん、リンク貼って、ね、相手に要望してリンクを見てるはずじゃん。それに対してのコメントがない。見てるんですかね。もし見てないんだとしたら、あなた、そのリンクを紹介するためにだけ、そんなコメントをしたんじゃないでしょうね。ビンちゃん好きになりかけてたんで、そうは思いたくないですね。で、今もね、そのアンチとガタ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 ね、おいらが論破してるんだけど、それも放置ですね。ビンちゃんどういうことでしょうかね。あなた、ね、自分がそういうクソアンチの卑劣な手口やって、ね、そういう人たちの気持ちが分かってると思ったのに、自分だけ良けりゃいいの？ね、おいらは放置かい。まあ、そりゃしょうがないわな。ビンちゃんの方が、まあ、有名人だし、俺はたまたま、ね、ちょっと興味を持った、配信者なのかもしれないけど、悪いな。俺はハートで付き合う人間なんで、ね、テイクアンドテイクするやつは許せねえんだよ。ね、あのね、ね、自分の痛みは訴えるのに、ね、この天才天界が、いや、そのアンチのね、リンクを見て、いや、あなたたちの言うことはもっともですよ。だったらわかるけれど、放置ですか？怪しいですね。あなたまさか私を利用して、うちの視聴者が質がいいんで、ね、スピ系ビジネス叩いてますけれど、似たようなことやってますね。もちろんね、その、スピ系詐欺は、法外な値段を取ってますね。で、ビン太郎さんは、良心的な値段でやってます。それはわかります。でも、ね、それって、もしかして、うちは安くやってますよっていう、牛丼商法じゃないでしょうね。ね。まあ、ビンちゃんがね、何もコメントしないんで、まあ、今のところはね、決めつけることはしないけれど、これだけね、あなたのね、多くの動画を見る、その中で、あのクソアンチが嘘800並べてるのを放置してるようでしたら、申し訳ない。おいら、親でもぶん殴っちゃいますよ。ね。まあ、そんな感じです。だから、まあ、もうしばらく見ますけれど、ね、もし、おいらよく裏切られるんだな。
いろんな人をね、1000人登録に持っていって、1000人登録になった途端に、知らん顔する可愛い女の子もいたりして、まあいいんだけどね、見返りのためにやってるわけじゃねえから。でもね、テイク&テイクをするやつはね、このコロナウイルスと同じくらいね、あのね、この人間社会をダメにするんで、あの、おいらは見逃しませんね。あ、やっぱりこのサングラスだとちょっといまいちダメだな。可愛いけどな。今日の話には合わないな。そういうことだ。だからね、B ちゃんもね、無視するなら、あのアンチを削除。削除するなり、コメントするなり、しなさい。しないんだったら、おいらとしては、で、そっから、もうね、出てくる、しかるべき結論に、すがるっていうか、たどり着くしかなくなるんでね、よろしくお願いしますよ。がっかりさせないでくださいよ。ね。はいよ、アマテラス、天海さん、アジア人にはウイルス感染するけど、西洋人にはウイルス感染しないのでしょうか。そういう、ね、そういう噂が流れないように、一応、アメリカ、ヨーロッパにも症例は出てます。でもね、まあ、オイラのね、この間の動画でわかるように、どう見ても、アジアがすごいんですね。で、まあニュースで、なんかね、ニュースとか都市伝説で、あ、ニュースではまだやってないか。その、ね、中国の P4 レベル、なんかすごいレベルらしいんだけれど、P4 ってなんだろうね。多分、ビニボン、中見ちゃいけないレベルなんだろうな。その研究所から、漏れた細菌兵器らしいんだよな。で、それをね、中国がね、認めるとか認めないとかね、そういう噂がね、今、立ってる状態。まあ、それがね、ね、報道されるのかされないのか今のところわからないんだけれど。で、もう一つ噂があって、その中国の P4 レベルにあった細菌が漏れたのは確かなんだけれど、そこで中国を、蹴落とすために、そのウイルスをあえて、このね、世界にばらまいた、そういう勢力もあるみたいなね。だからね、ここはね、うかつなこと言えないんだね。ここは成り行きを、任せるしかない。なぜならね、俺らにとって今大事なのは、犯人探しではないんですよ。ね。我々がそのウイルスにかからないことなんです。ね。だからそれを今日放送しようと思うんだよね。それが今日のこのテロップになりますね。恥ずかしくてもマスクをする。ね。で、薬は売るためにやってるんで、もう、オイラは普段から生ニンニクを食ってるけど、生ニンニクで、己の自然の治癒力にパワーをつけろ。ね。で、これが今言ったね。まあ変わっちまったけど、ゲスはね、人命よりね、経済を守るんで、ね。メディアの発表を信じてはいけません。メディアの発表の少なくとも10倍は想定しなさい。ね。で、治療法が見つかるまでは、無駄に、外に出ないことね。で、人に集まらない、人が集まるところに行かないこと。ね。これも大事。ね。そういうことをね、今日ね、言っとこうと思ったんだよね。やっぱりね、人が集まるところすら危ないんですよ。ね。だから、コンサート会場とかね、それもそうなんだけど、実はね、電車、飛行機とかいったああいう密閉空間もやばいですね。だから、ね、治療法ね、もう、このコロナウイルスの、なんだ、
ワクチンが見つかりました、それが出るまではやっぱりね、皆さん気をつけてほしいんですね、そう思って今日配信してますね。だからもう人が集まるところに行かないね、人恋しくなったらおいらがライブ配信するからよね。今は、我慢してくださいね。でむやみに病院行かない。病院は身に覚えがある人が行くところなんで危ないんです。考えればわかりますね。そういうことですねで、電車航空機など密封された空間を避けること、そういうことね。だからね、なんかね、もう都市伝説がここそそばかりね、その陰謀論で遊んじゃってますけど、お前そこじゃねえだろ。今はこいつね、この、キムラウイルス、あ、じゃねえや、コロナウイルスだ。これを止めなきゃいけねえんだよね。だから、そんなね、犯人探しは後にしろよ。ちゅうか、お前が犯人だろ、多分な。アクセス稼ぐためのな。有名層を止めて、ラピスラズリー。皆さんこんばんは、メイビー。空港に医師を派遣しようよ。なんかね、もうね、治療してる医師まで、感染してしまう。それぐらいね、感染力が高まっていて、中国ではね、結構パニクってるらしいんだよな。だからね、治療法が見つかるまで、ね、いや、日本はまだ大丈夫だろう。そう思って舐めてはいけません。ね、公式発表は、多分ね、事実の多分10分の1も伝えてないと思うんで、本当気をつけてくださいね。だから、おいらもお袋に言ってます。ね、マスクかっこ悪いけどしてくれと、ね、言ってますよ。セイマンとマン、手を洗おう。それも大事。ね、俺も手を洗うのは本当は好きじゃねえんだ。汚ねえと思うんだろうけど、普段から、おいらは、自然の治癒力をね、鍛えてるんだね。だからこの自然の治癒力をみんなも鍛えてほしいと思うんだよな。ヒカル、多分日本はこれから本番かな。そこはね、都市伝説として一応ね、想定外を想定するぐらいしとかないとね、今ね、あんまり変な煽りはね、許されないんでね。変なこと言うと、安倍さんの桜の会に潰されちゃいますからね。脳細体温高めると免疫力が良くなる。そうそうそう。オイラも医者じゃないんでね。ただ本能的にオイラはニンニク18歳。ニンニクがね、いつもいつもオイラの体を治してくれるんで、オイラとしておすすめできるのは生ニンニクですね。なんたっても、昔からドラクラも退散するニンニクにはね、パワーがあるんですよ。だからオイラはね、ニンニク生で食いますよ。あ、パコパコとね。でもね、今回のウイルスは未知な部分が多いんで、無用にね、人が集まるところに行かない。これは大事なことだと思いますね。でも、いつまでもそうしろとは言わない。要するに、治療法が、ね、治療法ができた。ワクチンができたっていう、その時まで、やっぱり我々はね、粛清の対象なんで、
気をつけましょうね。下級市民ですからね。ねえ、上級市民はどれだけこのウイルスにかかったんでしょうかね。情報が出てきませんね。あ、でもこれをペラったら、多分オペラで、有名人が、ウイルスにかかるんだろうね。まあいいや。ああ、だから今日はねこれだけ伝えたかったんですね。これがね、もうどん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 いろんな研究機関からこのコロナウイルスのいろんなね写真が出てきてるんだよね。なんかこうもじゃもじゃっとね、こんな触手がいっぱいあるみたいなんだけどな。まあこんだけ触手が出てると、どんなものにもつながりそうですね。でもね、ね、おいらのおとぎ話を言えば、ね、結局すべては、ね、病は気から、ね、そのオメガの目を持って、自分の心がしっかりしてれば、病気にならないんですよ。あ、これはね、おいらの、超仮説なんだけど、そういうことなんだよな。だから、おいら病気知らずなんだけど、要するに、自分の心がしっかりしてれば、この触手に騙されることないんですよ。ね。なんとなくわかるかな。まあそれはまた別の機会に、ちゃんと説明するけどな。HB です。あ、どうも、ウーロンマスク気になる。火星のあれかな。多分ね、オイラもちょっとね、予想で、あ、メンバー制の予想でしか言ってないけれど、多分、ロケットに関する、ちょっとした、何かが起きると思いますね。いや、やりにくいな、今の世の中な。ミサコ、ミサコ、ミサコ、ミサコとも、そろそろ新年会で飲まなきゃな。ワコワンコのね、質問リストも溜まってるだろうからな。お手柔らかに頼むぜ。カピバラも元気にしてるから。哲学大好き。どうも。ハソラマソラ、くっつき虫みたいな触手。そういうこと。くっつき虫なんですよ。これはね。要するに、なぜくっつき虫はくっつきやすいのか。それは自分が毛糸のセーターを着てるからなんですね。隙があるってことなんだよね。シードに。そういうことなんだな。だから俺みたいな単細胞は、多分このウイルスはやりにくいはずなんですよね。プロアンチもどんなにひっつこうとしても、あ、ぽいですからね。プロアンチよ、な、いつでも会うから、な、来いよ、マナズルな、電車賃出してやるぜ、な。哲学大好き、HBC です。わかった。そういうこと。だから、病は気からなんですよ。ね。本当です。ただ、それをね、証拠を出すとか、そういうこと言われると、証拠が今のね、世の中のそういう学術学会では出てこないので、証拠はないんだけれど、ね、多分皆さんも聞いたことあると思うんだけれど、癌がもう末期になって助からないと分かって治療をやめて、好きなことを始めたら、がんを克服した症例があるんですよ。あ、そういうことなんですね。だし、アンチはコロナウイルスより前回さんの、方が、怖いんだろうね。そう、アンチは俺のことが怖いんだよ。だからね、あ、全然来ないんだよね。俺何
回渋谷のドンキで待ち合わせしたよなあ。もう全然来ねえしなあ。メイソンさん、信じて頑張ってみるから。本当に病は気からですから。だからね、ストレスを抱えた人は、はげるでしょ。あ、サクベイ、ありがとう。やっとサクベイすらっと呼べるようになったよ。やっぱりね、あのストレスが一番体に悪いんですよね。そういうことなんだよ。まあ今の世の中ね、人間長寿になってるじゃん。そういうことを言う人もいるんだけれど、気づいてませんね。長寿社会はね、断根の世代が長寿であって、今長寿社会が終わってるんです。なぜでしょうかね。ゲスどもがね、長寿を許したくないからなんですね。だから梅宮達夫さんもね、早くお亡くなりになりましたし、なんつったらいいのかな、長寿社会っていうのはある年代ね、その年代もまたね、いろいろね、紐解くと面白いことボロボロ出てくるんだけど、今日はいませんね。今からは、日本の寿命はガクッと、短くなることになりますね。だから、長寿社会とか言っておごり高ぶったらアウトですね。もっとその根幹にあるオペラを見破ってくださいね。お願いしますよ。マッケンロー、ペット用の虫下し薬にガンに効くって言っている方がいました。あと最近ね、なんかね、このノリが、ガンのね治療法に効くってことで、ニュースになったね。でもね、こんなものよりも自分の気ですからね、生きる希望ね、自分を愛せる気持ちがあれば必ず完治しますからね。宮城県なんだって。あ、このノリの話知らない。これ結構ニュースでやってたよ。このノリをね、その抗がん剤のね注射に混ぜると、抗がん剤がそのがん細胞によく張り付くんだって。ノリだけによく張り付くんだってさ。それで今これ売れてるらしいよ。なんかこの社長さんがテレビ出て、いやー参ったなーっすね、驚きですとか言ってね出てたよ。だからね、テレビもね、わかる。あの、無駄な情報も多いけど、スポーツとかな。でもね、たまに見といて、それでゲスの動きをね、察知することも、大事ですよ。ね。アマテラス、ノリも、ノリもそうなの？ミサコミサコ、コバンザメ。有名そう、安くて嬉しいね。そういうことだ。ねえ。だから今ね、お役所に行くとこれ置いてあるけど、これ価値が出ちゃったらお役所で置かなくなるな、きっとな。あ、そうだな。じゃあ、最後に、ウイルス対策のね、テロップを流しながら、ちょっとチャットと遊んで、今日はささっと終わろうかな。pre-rose equalize かな？ 3 割負担を受けれなくなる。そうそうそう。政府の口約束は、
どんどん破られてますからね。で、今後日本がね、進んでいく方向は、おいらの予想が当たらなきゃいいんだけれど、いつも当たっちまうんだな。このウイルスの話もね、予想で出したけどな。めいみちゃん、大雨や雪も大変でしたね。だから、異常気象じゃないんだよな。もうね、雨が降る、雪を降るっていう、我々の振り幅をもう超えてる時代になったんだよ。だからね、もうニュースもね、異常気象ですって言えなくなるんですね。これからはそれが当たり前になっちゃうんだよね。で、この次のレベルが天変地異ですからね、それもちょっとね始まってるんで、あんまり、ガタガタ言えないんだけど、あ、そういうこと。だからね、雨がすげえ、雪がすげえ、寒暖差がすごいとか言ってね、そんなことで、ね、驚いちゃダメ。もうそれが当たり前で、もっと先を見ないと、ダメです。この先の時代はね。それをね、みんなには、想定外をね、もっと先まで想定外をね、想定して、やっていってほしいなぁと思うんだよな。タムマシフ天変地異。ああ、だからそれは過去動画でおいら言ってるんだけど、今年の予想でね、異常気象は、異常気象っていう言葉から天変地異のレベルに入りますよと、で、言ったんだけどね。だから、地震もありましたね。動画ちょっと上げましたけれど、そういうことですよね。じゃあね、今日は平日なんで、今日はね、とにかく今回のウイルスで、ね、報道の10倍先のことを想定して、やってください。だから、おいらはもう、ね、マスクがないとか言って騒ぐ前から、あ、サクタさん、ありがとうございます。ね、マスク買いなさいって言ったでしょ？ね、マスク、おいら、いっぱい買ってね、友達にも配りましたね。それも天海さん当たりましたねって言ったけれど、別にそれでね、商売する気ないんで、マスク買えなかった方は、こういうこれでいいですから、マスクだけがマスクじゃありませんからね、そういうことです。じゃあ本日の配信はここまでで大丈夫かな。みんな寂しいのはわかるけど、むやみやたらに人が集まるところに今は行かないでくださいね。報道で、ワクチンなりね、その治療法が見つかった、なんつうのかね、このパンデミックが収まる方向に行った、そういう報道が出るまで我慢してください。そういうことです。おかちゃん、ありがとうございます。おかちゃん、初めてスパから大きなスパちゃん、ありがとうございます。じゃあね、みんなね、格好悪くてもマスクしましょう。そういうことです。寂しくても今日は、しばらくはみんなで引きこもりましょう。ね。じゃあ、みんなありがとうな。以上でーす。じゃあなー。バイバイ。ビンタロウちゃんも、ね、頼みますよ。ね、放置するんですか、あれを。
ねえ、あなたは自分だけ良ければいいんですか。それだけですね。お、エネル、どうも、じゃあな、バイバーイ。